上県城は、富山県南都市城見にあった、日本の城、南都市指定史跡、と山城角カードナンバー47、絶上大地に築かれた山城、飛行差は20メートル。二つの車を持ち、尾根には大きな掘り切りを設けて、これを断絶している。四角は、大地の先端部に位置し東西に、土塁、周囲に空堀を配置している。 掘り切りに面したもう一方の角は四方を塗るい、空掘りでがっちりと囲っており、県内では珍しい構造である。四角には井戸も残されており、中からは野根や鉄製の斧が見つかっている。麓にある集落を内包した総構えを有していたとも言われており、上域は広範に及ぶと考えられている。天正年間に篠村多左衛門が寄ったと伝わるが、 追記年代や廃城年代は不明。篠村氏は、ひだ国菊文城上州茅ヶ島氏の家老で、ひだ国沖町城城主だった山下氏と血縁関係があったと言われており、このことから田沢衛門は、ひだ国人や一向一揆とつながりを持った人物であったと考えられる。また源の通る、渡辺綱の公栄で南北長期に南朝方で活躍した渡辺寺氏が、 広告2年に、五村上天皇から、古市中国上積法を賜ったとされているが、上積法をこの地に否定して上県城はその館として、追記、使用されたのではないかとする意見もある。保存状態は良好であり、土塁や歩行もはっきりと確認できる。登山口付近に駐車スペースがあり、飛行差もさほどないため、見学には最適といえよう。石踏み。 案内板が立てられている。ありがとうございます。